はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。いやおじいはね、今怒ってるよ。アマゾンにふざけんなよっしょ、ね、ほんとね、詐欺まがいだこれね。アマゾンふざけんなよっしょ、即返品ね。バッグ2つ注文して、でもう1個も楽しみにしてた、今届いた、ね、悪意の出品画像、ざけでおらっしょ。おそらく返品が多い、だから汚れ物がね届くんだけど、今ね箱から、ちょっと待ってよ、よし、まだね開けても見ないんだけど、そのまんま今箱開けて出して、なんじゃこりゃで、もう戻したよ。でこれね、裏側がここら辺とかね、汚れというか傷跡というか、こうこうこうって、ちょっと見た目に分かんねえかもしんねえけど、結構擦り傷いっぱいあるのよこれね。だからこれ目立つなと思って、こう明かりがあるところだと結構目立つんだわこれ。でこれは商品としてあれだなとね、見てたところに、はぁと思って、バッグだよね、バッグなのに、ここ閉まらねえ上に、ここ開いちゃうの、これベロ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 、こんなベローンってこんななってて、ここ穴開いちゃってんの、こっち側もこれ何のためのチャックあんのに、ここちゃんと閉まんねえの、これ中に紙くず入ってんだけど、これがちゃんと これがね、こうやって閉まった状態でこんな開いちゃってるの、こう中にほらこの紙くず入ってるのよこれ。はあ？なにこれ、なにこんなの使う人いるの、何に使うのこれ一体、こんなベロベロで中出ちゃうのでさ。はあ？ショルダーバッグってこうやって使うもんなの？ねえ。何これ？意味ねえじゃん、これ。だみんなこれあれだ、見て返してるから、こんな汚ねえんだろう、これ傷だらけで。だ気持ち悪いからすぐ箱戻した。これどうやって出品してると思う？アマゾンが販売、アマゾンが発送だよ。これチャックここだよね。でチャックここね、2個あるように見えるけど、2個あんの？これこう別物だよね。これここにさ、チャック2個あるじゃん。わかる？チャック2個あるじゃん。ねえ。これ、チャック1個やん。しかこれ閉まんないじゃん、これじゃ閉めらんないじゃん、これチャック2個あるやん、1個じゃん、これ送ってきてるのちゃうやん、商品が。こっちか、こっち側か、これか、これか、こっち側の手前の方か、これ2個あんの。このね、
これ閉じれられないの、ね、まあ、商品は同じのが来たんだ。ここなんでこう大きく見せるのかな。これはね、悪意がこっちを見せないってことか。悪意の塊だろうこれ。こんなの全然、もう ここに来たらもうアウト。この端っこ、もうここほら、ビロビロかってこっちしか行かねえ。ほら戻らねえ。で最後まで行くとここまで来るんだけど、穴は両方開いてるし、しまらねえし、こんなの使い物なんねえだろう。でさ、ええ、アマゾンが販売、アマゾンが出荷、ね、で写真その1、まあいいよ、まあいいよ、写真に裏側でこのおてててててね、うん、ここも糸が色違うように思うけどね。ほらこれ何もねえから、ワンポイントがないから、まあ、ちょっと違うじゃねえのって思うけど、まあいいよ。こっからだよ問題なのは。これがさ、こうやって開いた画像と、あとここの画像、ここだ、映さないんだよ。ここ普通全体的に映すでしょ、バックって。違う、全体的に映すよね。これ悪意があるよね、このカットの仕方。ここ見せたくねえんだろう。はい、次はここ開けたカット、これここら辺見せたくないんだわ。ここここをこう尻尾こう縮めて、ここでカットする。これ不自然だろどう考えたって。このカットおかしいだろ。でしかも写真ってこうなのに、わざわざこう切ってるだろ。この比率、はい、これ後ろから撮ったやつ、ビロビロ映んねえように、この穴開いてるのも。でこれ、これで終わりで、カスタマーレビューもない。悪意しかないじゃん。はあだよ、騙されて買うのと同じだよ。まあ、おじいは今このね、傷汚れが気に入らないからそれで返品するけど、これはね、こんなの使えねえだろ。こんな穴開いて中身出ちゃうようなやつ両方、しかもこんなビロビロのこんなの収まるとこがねえじゃん。こんなの誰がどういう目的でどうやって使うんだよこんなの。ふざけんなよ。これがアマゾンの売り方か。で、大体こういうのを買う人って年寄りが多いでしょう。いやーちって何にも言わない人多いでしょう。これはね、悪意の塊しかないよ。ざけんなよって感じだよ、ほんと。アマゾンがそれやるのって感じで。だこれもさ、B 品、こう、訳あり品仕入れて売ってんじゃないの？ほら、返品で、あったやつ、中国に高く返すか、高い、ね、航空便で、ね、飛行機便で返すか選ばされるんだけど、で、引き取ったものを再販してんじゃねえの？疑っちゃうよ、ほんと。ちゃんとしたもん届かないと。アマゾンが販売、アマゾンが発送、ろくなもん届かねえじゃん。なめんだよ、チキショウ。もう、どの写真を見ても、
悪意の塊、ここも見せないようにしてるし、ね、悪意の塊しかないよ、これ。どう思います？皆さん、おじいがいけない。これ買っちゃう人、ね、こんなものが届くなんて思わないでしょ、絶対に。開け閉めしづらいよ。しかも穴が開いて小物落ちちゃうよ。これはひどいでしょ。日本で起こってることだよ。アマゾンジャパンだよ海外じゃないよ。アマゾンチャイナだったらさ、まだちょっと考えられるかもしれないけど、ジャパンでこれやるんだぜ。なめんなよ、ほんと。ふざけんじゃないよ。こんなものを受け入れられるわけないじゃん。だから、みんな返すから、一回見てなんだこれで返す人がいるから、だからいろんな人の手に渡っていくから、汚いんだよ。傷だらけなんだよ。ふざけんなよ。だから、あの、ほら、パッケージとかそういうのに入ってないで、ただ、段ボールと段ボールの間に入ってビリンってビニール一緒なんだよ。その梱包だよ。ビニール、これ、この段ボール、入れましたよ。これ段ボールだよ、これ。段ボールにサンドイッチでぐるっと一緒だよ。だちゃんとした入れ物がねえのか、もともとねえのか、返品なのかわかんねえけど、そんなもんで、ちゃんとした商品じゃないよ。こっちはあの袋に入ってたけどね、ちゃんと。いやまあブラックフライデーもいいけどもさ、ね、こういうものを多く処分するんだろうね、きっとね。おじいはこういうのは勘弁しないから。これ見てる皆さんどう思う？泣き寝入りしたでしょ、みんなだったら。おじい泣き寝入りしないからね、ほんとね。これはもう久々にアマゾンの悪意を感じたね、本当。はい、以上です。気をつけよう。変なもの届いたらね、どんどん返していいからね、本当。ざけねえよ、師匠って感じだね。